少し前にこう篠塚先生が救急車で搬送されるっていうのが、はいはい、SNS でちょっとバズって、ね、平本選手も襲撃とかっていう話がそ,うでそのてそのダメージっていうのはもう大丈夫ですかそうですねダメージはもう大丈夫ですね完全です。